んにちは。今日は土曜日ですね。昨日の金曜日の、お話をしていこうかなと思います。昨日までですね、午前中ですね、ちょっとね体調が悪かったんですけど、まあなんとか大丈夫で、その後は普通にいつも通りね、平日は最近、まあ、ちゃんとしっかりと勉強を積み重ねて毎日毎日1日8文字、スペイン語をマスターしようということをやってますので、それをね、クリアして、でその後ね、今キューロカップとか他のクリニックの方を今いろいろ考えて、行動に起こして、でまたねそれをこう動かせるような、ね、状況に持っていきたいと思ってますので、それで進めております。まあ着々と、準備の段階とか、まあ、電話がね、最近日本の人とね、電話することも多くなってきて、まあやそろそろねこう日本に帰った時にへの準備をね、してるという形です。まあ約1ヶ月後にはね、まあ2ヶ月後には確実に日本にいると思いますので、その時に無駄のないようにね、過ごせるように準備をしていってるって感じです。で、昨日はですね、それを午前中にやってから、午後はですね、練習がありました。で子供のね、練習は金曜日は毎週あるんですけど、昨日はなしです。今日土曜日からね、セマナサンタって言って、あの1週間のね、ブレイクタイムみたいな、まあ、日本で言うとゴールデンウィークみたいなものがあります。なんで、基本的になんですけど、金曜日からもう学校がなかったりとかいろんなところであって、まあもう旅行にバケーションにね、行っちゃってる家庭もあるので、子供たちのトレーニングがなしということになってます。でもね僕たちのはまあ今週末試合もありますし、まあ明日ですね試合がありますので、それにね、練習、自分たちも練習したっていう感じです。まあちょっとずつですけどやっている、まあちょっとのね練習でしたし、内容は、いつも通り言うことはありませんけど、そのような形です。まあただその中でもまあ、まあ、自分にねフォーカスして、サッカーできたので、今週はまあ良かったかなと思っています。まあ、そう考えるとすごくポジティブに捉えられる1週間になったかなと思いますし、まあまた次の週はね、3連戦明日からね、日水日と3連戦ありますので、自分に負けないように、しっかりといい準備をして、3連戦にね備えていきたいと思います。まあ、金曜日昨日はですねしっかりとした、自分にフォーカスしてトレーニングできたので、まあ、チームどうこう関わらずねやっていけたので良かったと思います。まあ、本当にチームの状況は非常にね、正直言って良くないです。最後にね、セグンダイエンダイノロじゃないや、プレパラードフィジコって言ってアップとか担当してくれるコーチがね、怒ったりとか、いろんなことが起きてますけど、まあ、それは置いといて、まあ、しっかりと自分にフォーカスして自分のためにサッカーをすることが今のね最前線だと思いますので、それをしっかりとやっていきたいと思います。しっかりと、週末の試合頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そんな感じで今日の表現に行きたいと思います。では。